山賀温泉は、熊本県山賀市にある温泉。毎年8月に催される山賀灯籠祭りが有名。非常に滑らかで、美肌効果があると言われる。共同湯、桜湯と陰泉設備、足湯再建中の桜湯旅館、ホテルは約20軒で、規模は熊本県内有数。また、歴史の古い温泉街として、風情を強調しており、明治時代には、 道後温泉を習って温泉街を作ったと言われる。市街地の中にありながら、露天風呂や浴室に工夫が凝らされており、情緒豊かである。湯量も多く、足湯、共同浴場のほか温泉プールなどが設けられた。また、急部前街道にある八千代沢1910年に建てられた国指定の重要文化財の芝居小屋で観光名所の一つ。 平成13年に保存修復工事が終わった。山賀温泉は、熊本県内で最も歴史のある温泉地の一つであると言われ、伝説によると、方言の乱で京都から配送した宇野地下地が山狩りをしていたところ、傷を負った鹿が湯に使っているのを見て、この温泉を発見したとされる。温泉名で地域名ともなっている、山賀もこの開け湯伝説にちなむ。 上平年間に記された和名類受賞にすでに山賀の名が載っており、平安の昔から美肌の湯として知られていたと言われている。宿場町としても繁栄した江戸時代には山賀千軒たらいなしと謳われるほど賑やかであった。宇野近かじが鹿を発見した場所に城主の湯屋が設けられ、御前湯が置かれた。1923年から1960年まで、 山が温泉鉄道が営業していたが、水害により、廃線となった。2006年11月には、菊池川流域の玉名温泉、菊池温泉、植木温泉の3温泉地とともに、菊池川温泉号づくり協議会を発足させ、菊池川温泉号ブランド化を目指して、共通商品や広域観光ルートの開発などに取り組んでいくことになった。ありがとうございます。